はいお疲れ様です吉谷さんあの突然ですけどもね猿岩石っていうのはちょっと思い出したんですよで猿岩石の有吉さんっていう方は割と有名だと思うんですけども確かこの猿岩石って2人組か3人組でしたよね片っぽをどうしたんですかねうんあの今回のタイトル「忘れられた存在」ってことなんですけども結局生き残らないと忘れられちゃうのかなっていうとこですよ まああのネットビジネス業界っていうものがあるとしたらねあれだけ派手にプロダクトローンチした人も今となっては忘れられてるんじゃないかなと思うんですよ。ね、あのハンモック YouTuber の人とかねいましたよね。それから転売のプロフェッショナルの人とかいましたよね。忘れられた存在。で忘れられるとどうするんでしょうか。うん、まああのね なんか失敗とか成功っていうのが世の中にあるとしたらですねそのどっちでもない忘れられた存在、うん、だから存在すら認知されてないっていうのが最も寂しいことのような気がしますねうん、まあ、私も忘れられないように発信活動やっていかないとね、うん、とりあえず10年はできましたんで11年目12年目もなんとか生き残っていきたいなと思ってるところでございますそれではいってらっしゃい